ネットワーク、放送におけるネットワークとは、放送事業者が開設する放送局同士の、つながりである。放送系列とも呼ばれる。放送番組のやり取り、ニュース素材や、ニュース番組のやり取り等様々な形態が存在する。系列内で融通される番組には、ラインネットとテープネットの2種類ある。また、これとは別に、番組販売によって放送される番組もある。再放送。 2時間ドラマ、海外ドラマ、音楽番組、テレビショッピングなど一部のジャンルで、系列を経由しない番組調達が見られる程度である。単一のネットワーク協定に加盟する放送局をフルネット局、複数のネットワーク協定に加盟する放送局をクロスネット局という。この項では、 テレビジョン放送におけるネットワークについて記述する。ラジオ放送におけるネットワークは、ラジオネットワークを参照。戦前の政府による放送への介入や東京一、局集中への反省から、1950年、昭和25年制定にされた放送法で、一般放送事業者、現民間地上機関放送事業者、すなわち民間放送局は、都道府県、 またはそのいくつかを合わせた区域を放送対象地域とし、全国放送はできないこととされた。また、マスメディア集中排除原則により、複数の放送局を開設することも原則として認められていない。なお、日本放送協会については、放送法第9条第5項に、あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。とれ、 単一の地上機関放送事業者として全国をカバーすることが義務付けられている。そうした中でニュース系列、ニュース映像の配信、相互利用を行うがまず形成され、そこから放送番組の配信、供給を行うネットワークが生まれた。具体的には東京放送 TBS、現 TBS テレビが JNN を結成し、加盟した事業者、加盟局に対しては、 ニュース以外の番組も TV がスポンサー付きで流すようにした。現在でも TBS 系では一般番組の加盟局向きセールスは JNN の負担業務として行われている。これにより地方局にとっては営業の手間を省けることとなり、また TBS にとっては番組予算の拡大で番組制作に多額をかけられるようになった。このメリットに気づいた他局も 同様のシステムを取るようになった。それでも当初は地方の局数が絶対的に少なく、地方局でもどのつぼねの番組を放送するかや自社、制作番組の挿入において比較的線の余地が大きかったが、1968年、昭和43年以降地方の多局化が進むとともに、ネットワークの力が大きくなっていった。こうして両者はほとんど事実上一体となっている。 ただし、形式上分けている系列もある。放送番組の供給に関し、放送法第110条で、地上機関放送事業者は、特定のものからの未放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。と規定しているが、実際は多くの時間帯で、 ネットワークの番組を強制的に放送するような仕組みとなっている。東京のキー局のみでなく準キー局等からの番組も、ネットワーク番組に織り混ぜことで110条を逃れている。特に、ゴールデンタイムと呼ばれる時間帯では、系列局で放送する前提のもと、スポンサーとの契約をキー局が一括して行っているからである、ネットワークセース枠を参照。 この契約のない番組については、系列局側は放送しなくともよく、自社制作番組、または購入番組に差し替えることも可能であるが、自社制作番組は、番組制作や、スポンサー探しなどで、系列局側自らに負担がかかるため、キー局の放送する番組をそのまま放送することも、可能である。近年は特にこの流れが強い。中波放送、AM 放送び、 超短波放送、FM 放送については、ラジオネットワークを参照。このうち、TXN を除くネットワークが4大ネットワークと呼ばれる。各ネットワークは、キー局と呼ばれる、東京の放送局を中心に、各道府県にある放送局とネットワークを組んでいる。大阪の放送局は準キー局と呼ばれ、一定数の全国ネット番組制作を委ねられている。 4大ネットワークはほぼ全国をカバーしているが、47都道府県全てをカバーするネットワークは存在しない。5系列に属さない、地上機関放送事業者が首都圏、近畿地方、中部地方の都府県に存在している。これらは独立放送局と呼ばれ、その名の通り独自性の強い編成を行ってきたが、番組の相互流通も少なからず行っており、 事実上6つ目の系列として機能している側面もある。近年ではその一部が東名阪ネット6、首都圏トライアングル5一章3チャンネルを結成し番組の共同制作を行うなどネットワークに準ずる役割を担っている。このほか、一般的なネットワークとは異なるが教育番組に関するものとして民間放送教育協会がある。現在 ネットワークと呼ばれるのは、古参三ネットワーク、いわゆる三大ネットと、新進ネットワーク三つの、計六つがある。なお、NBC、CBS、ABC で三大ネット、FOX を足して、四大ネット、四大,大ネット、CW で五大ネット、五大ネット、MNTV で六大ネットとなる。2006年9月に、ネットワークの再編があり、 タイムワーナー系の WB、CBS コーポレーション系の UPN、ユナイテッドパラマウントネットワークが統合。CW、C は CBS、W はワーナーの頭文字を結成。CW から外れた QWB-UPN 加盟局は、ニューズコーポレーションによる、第二のネットワークマイネットワード部を結成したが2009年9月以降、オリジナル番組を編成していない。 一方で、これらとは違う形式の公共放送ネットワーク PBS や、スペイン語放送のネットワークのユネビジアンやテラムーンド、さらには、キリスト教系など宗教色を出しているネットワークなどもある。アメリカの放送業界においてのネットワークは、日本のそれとは少し違う。日本は、東京日本社を置く放送局、キー局が番組制作のほとんどを兼ねている。 アメリカのネットワーク体制にはキー局が存在しない。ネットワークの本体、親元は番組編成を手配する。番組の多くは各ネットワークや映画会社が保有するテレビ制作会社によって制作されている。ニュース番組やスポーツ中継もグループ内の制作会社が制作する。それを各地の系列局に配給することになっている。また、大多数の系列局は 自主制作の番組を地元向けのニュース番組に力しており、そのため生中継で用いるヘリコプターや天気予報で用いるドップラーレーダーを放送局で所有することも珍しくない。制作と編成が個別に存在していることにより、既存の番組がそのまま他のネットワークで放送されるといった事例もある。例えばドラマ、バッフィー・ザ・ヴァンパイア・スレイヤーは制作は二十世紀。 ホックステレビジョンだが、ホックスでは放送されず、1997年から2001年まで WB で放送され、2001年途中に UPN に移籍した。実際に放送するのは全国にあまねくある放送局であり、ほぼ全ての地域をカバーしている。ただ、放送局は送信書を一つだけ設置したら、それで良いこととなっており、主要都市では大ね視聴できることが多いが、 ケーブルテレビを介してでないと視聴できない地域が多い。それを含めると限りなく100%に近いということで、ある。ネットワークが直接所有する放送局を直営局、オンドアパーイテッドステーション、オーオーと呼び、それ以外の企業が保有する放送局を加盟局、アフィリーテッドステーションと呼ぶ。直営局は大都市を中心に所有しており、 例えば、ニューヨーク州ニューヨークの WBCTV、カリフォルニア州ロサンゼルスのコビシ TV、ペンシルベニア州フィラデルフィアのワプビは、ABC の直営局ある。所有数は視聴者の総数が一定以上でなければ、いくつでも所有することが可能となっており、2004年1月現在では、全米の総世帯の39%となっている。その上、その放送局のチャンネルが、 UHF チャンネルであれば、想定される視聴者数を半分で計算することとなっており、UHF チャンネルを保有した方が多く直営局を所有することができる。現在直営局を一番多く所有している FOX の直営局の多くは UHF チャンネルの放送局である。一方、直営局のない地域では、各放送局と契約を結ぶことにより、その地域の加盟局となる。 例えば、マサチューセッツ州ボストンの WBTSLD は NBC と契約を結んでいる。ネットワークは加盟局に対して契約料を支払うこととなっており、この契約料を支払わなくて済む直営局の方が収益が高いことが言える。なお、同じ地域のテレビ局同士でネットチェンジが行われることも珍しくない。また、同じ地域の放送局を 同じ会社が複数持てるようになっている。放送局自体の売買が行われ、オーナーが変わることもある。テレビ放送開始期から減少したものの、複数のネットワークに属する、クロスネットを行っているつぼねが存在する。しかしケーブルテレビやデジタル放送の普及が進むに、従ってケーブルテレビやデジタル放送のサブチャンネルで、新興ネットワークの放送を開始する事例が多い。 以下のリンクは、それぞれのネットワークの放送局、直営局、加盟局一覧である。ネットワークは三大ネットワークと進行四局の、それぞれが2回寄った編成をとっている。一方、ネットワークの配給がなく、自社制作も行わない、時間帯では番組販売による番組購入を行っている。日中のトーク番組などがその中心だが、朝のニュース番組や芸能ニュース番組、 過去のドラマ再放送など種類は様々である。番組販売用に新たに制作される番組は、ファーストラン、ドラマ制作会社が再放送権利を販売するのを、オフネットワークと大きく区別される。ファーストランの番組としては、オプラウィンフリーショーや、ジェパーディエンターテイメントトゥナイトが有名である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。